どうもお疲れ様です。竹田拓司です。というところで、えー、本日も群馬県前橋での営業成績を振り返りまして、えー、最後に、えー、今日の伝えたいことというところでお話しできればなと思います。はい。えー、本日が8月の2日水曜日ですね。朝8時から夜中3時まで営業を行いました。はい。えっ、ー、と、全体の本数が23本。 最長距離で5370円総売上げの方が43350円でしたはい、まあ、本日が、まあ、平日なんですけども、まあ、最近ではですねもう平日でも4万円台乗ったり3万円台はまあ普通みたいな感じになってきたので えーまあ、だいぶそうですね、売上があ高い状態をキープできているのがあいいのかなと思います、はい。やっぱり Go アプリの方がだいぶ浸透してきましてですね、えー、だいぶ Go を入れている会社と入れていない会社とでだいぶ差が出てきたのかなという印象は受けています、はい。あとはコロナでですね、台数が1回ガクンと減って、 まあそこからあまあお客様の需要が戻ってきたのとですね比例して、えー、その乗務員の数が増えてないのかなという印象も受けておりますはい、まあ、うちの会社ではそこまでコロナ前と台数はそこまで変わってないんですけども たしゃさんがちょっと減ってるのかなという夜のですね特に台数が減ってるのかなという印象は受けています、まあ、そういうのもあってか、まあ、Go アプリとの影響もあって、えーまあ、結構売り上げは高い状態をキープできているのかなという印象ですはい あくまででで群馬県では高いいっていう印象ですよね、まあ、もちろん東京とかではもっと全然高いのかなとは思うんですけどもまあそういう感じですはいでまあ今日の伝えたいことなんですけどもまあタイトルにも書いた通り自分はそうですね実はと言いますかまあシャンプーを使っていませんでしてまあシャンプー シャンプーを使わない歴でいうともう1年半ぐらい全く使っておりません。はい、まあそうですね、えーまあ、シャンプーをずーっと使っている方からしたら結構嫌悪感を持ったりする人もいるかと思うんですけども、まあ、自分もですね、えーまあ、もちろん30年以上ずーっとシャンプーを使い続けて。 でですねえー、そのゆシャンというのを目にしましてまあこの方もずっとシャンプーを使っていないというお話を見て、えー、自分も、まあ、チャレンジをしてみ、えー、ましてまあ現在のところ、まあ、1年半ぐらいシャンプーをずっと使ってないんですけども、まあ、髪の毛自体もシャンプーを使っていた時と比較しまして まあ、髪の毛のコシが出たり、まあ、手ぐしでこう髪がまとまってくれたりとか、まあ、すごくいい状態をキープできているので、えー、自分は今後もですねシャンプーは使わないで、えー、お湯で、えーまあ、さっと流すだけ、まあ、シンプルにシャワーをー浴びるだけという状態を続けていこうかなとは思っています。はい ま本当にシャンプーを使わないメリットはだいぶ大きくてですね。えー、まあやっぱりお金もかかりませんし、シャンプーを使わない分。まあ、あとは、おそらくですけども、剥げないというところですね。しっかり髪の状態もいいですし、 まあよく言われるのが、まあ、ホームレスとかはハゲてないとか、よく言われますけども、まあそういったことですよね、うん。じゃあなんでみんなシャンプーを使うかっていうところで、やっぱり習慣なんですよね。えー、やっぱり生まれた時から、まあおそらく親がシャンプーを使っていて、 えー、自分も使うようになりそのまま子供の頃からずっと使っているので、まあ、使い続けているというところですねで、まあ、自分も突然、まあ、YouTube を見てシャンプーをやめたんですけども、まあ、その時やめた当初は本当かゆみと老けに襲われまして、まあ、最初は1日2日で断念して、まあ、シャンプーを使ったんですけども えー、まあその後はまた23日チャレンジしてやっぱり痒くてダメだっていうふうでシャンプーを使ったりして、まあ本当自分には向いてないのかなと思っている中で、えー、もう一度 YouTube、えー、まあ油シャンをしている方の YouTube を、えー、見た感じだとやっぱり最初はそういうなんだろうな好転反応と言いますか。 急に使わなくなるというところで、えー、過剰にですね油が出たり老けが出たりするのはみんなあることだというところで、えー、そうですねそこをですね、えー、1週間耐えて2週間耐えてという感じでやっている中でやっとですね痒みと老けが落ち着いて、えー、このままですね、えー、1年半ぐらい現状では続けているという感じで。 今ではほんともうかゆみもふけもほとんどない状態ですね。まあふけはもちろん多少は出るんですけども、まあ、むしろそのふけっていうのは多少出るのが、まあ、正常というか、えー、まあ健康な状態というところも情報も入ってきてますので、まあ、そこはそこまで気にせずという感じでやっております。はい。 まあ本当そうですね髪の元気さというものが、まあ、シャンプーを使っていた時と比較してやっぱり元気さも感じますのでやっぱりなんだろうな髪もなんだろうしっかりボリューム感もシャンプー使ってた時よりもありますししっかり張りと言いますか腰と言いますかそういうのも 実感でできますので、うんまあ、シャンプーを一回やめてみるという、まあ、チャレンジですね、まあ、そういうのもお,、まあ、おすすめしたいかなというのが個人的にはあります、はい、今では本当ゆゆしゃんという形で、まあ、シャンプーを使わないことをゆっしゃんって言うんですけどもそういうのをチャレンジしているむし、うん、ろずっと続けているというような YouTuber さんもおいますので まあ、興味のある方はですね、えー、試してみるのもいいのかなというところですはい、まあ、あとは、まあ、食生活も関わってくるのかなっていうふうには感じていますはいやっぱり悪い油であったり、えー、安い油ですねサラダ油とかあお菓子とかそういうのを食べているとやっぱり頭にも 影響がきますので、まあ、それで臭くなったりとかはすると思うんですけどもやっぱり食生活も変えた上で、えー、チャレンジするのが一番いいのかなというふうには思います。はい、まあどのシャンプーも自分に合わないなとかあー、まあ、今シャンプーいろいろ種類ありますからね。えー シャンプーで悩んでるとか髪の毛で悩んでるとかいう方はですね、まあ、一度油シャンという形でシャンプーをやめるというのもチャレンジしてはあいいのかなと思いますはい特にお金がかからないむしろ節約になるチャレンジですので、まあ、気軽に最初はですね、えー、チャレンジしてみるのもいいのかなと思いますはい まあ今後もこんな感じで、えー、求人情報ではわからない、私、まあのリアルだったり、えー、ミニマルな生活というものの良さを伝えていければなと思います。はい。今後ともよろしくお願いします。それではまた。バイバイ。